ちは。こんにちは。今日紹介する日本の商品はこちら。タコです。和タコですよね。かっこいいです。かっこいいですね。この絵知ってます？浮世絵。浮世絵。はい。はい、日本の伝統的なあの絵画なんですけど、浮世絵というものが描かれてます。あのこちらあの飾り用のタコなので。実際に飛ぶかどうかちょっと試してみてないんですけれども、まあ、こういう商品を買ってですね、日本風のインテリアをお部屋に飾るのはあの日本の旅行のお土産としていいんじゃないかなと思います。こちらもですね、あのなんと100円ショップで売っていたものなので、こんな結構しっかりした芸術作品が、ね、100円ぐらいで買えてしまうっていうのも、ね、すごいですね、はい、ぜひですね、日本に来た際はこういう伝統的な芸術にも触れながら楽しんでみてはいかがでしょうか。それでは日本の旅行を楽しんでね。バイバイ。